機体は沖縄の南大東島上空に差し掛かった。爆発まであと1分30秒を切った。誰かが爆弾を見つけ出さないと大変なことになる。落としましたよ。次元爆弾は誰からも気づかれることなく爆発まであと30秒。20秒、そしてついに運命の時がやってきた。機内は激しく混乱。爆弾が仕掛けられた26艇に座っていた日本人男性客やその周辺にいた乗客たちは瀕死の重傷を負った。26艇の座席があったあたりの天井は破損し、客席の床は抜け落ち、爆発の衝撃により床に大きな穴が開いていたという。すぐ機長に連絡するんだ。大丈夫だ、大丈夫だ。何？そうか、分かった。機内で爆発があった。機体の外壁に穴が開いてないかすぐ調べるんだ。はい。爆発の損傷が機体の外壁にまで及ぶと一体どうなるというのか。機体に穴が開いたりするような場合には、急減圧というのが起きます。機内の圧力と外の圧力との差がありますので、急激に、機内のものが吸い出されたりします。同時に酸素が少なくなる。したがってお客様に低酸素症といいますか、酸素欠乏の状態が出てしまいます。機体の外壁に穴が開いていたら機内の酸素は欠乏し、さらに最悪の場合圧力で乗客が機内へと吸い出される恐れがあるという。そして航空機関士が慎重に機内の圧力の変化を調べた結果、機内の気圧は問題ありません。そうか、分かった。幸い機体の外壁は無事だった。だが爆発による影響で燃料タンクにいつ引火するか分からない。それに瀕死の乗客もいる。一刻も早く近くの空港に着陸しなければならなかった。その時434便は那覇空港の74キロ東を飛行していたのだが、どうしました？機体がコントロールできない。
体の向きを左に向けて那覇空港に進路を取ろうとしていた434便。だが操縦席から機体に方向変えるよう指示を与えても、上下左右どの方向にも動くことはなく、まっすぐに飛び続けるしかなかった。一体434便に何が起こったのか。爆発の衝撃で、特に床下に配置してあるというか配線をしてある操縦系統のケーブルの一部に、損傷があった、切断されたり引き伸ばされたりしたということが起きたという可能性があります。航空機は操縦桿とつながっている操縦ケーブルによって複雑な動きがコントロールされている。このシステムにより補助翼、方向舵などを動かし目的地への進路を取る。だが434便は機体の床と天井に通っていた操縦ケーブルが爆発により切断され、コントロール不能な状態になったと思われた。燃料タンクの爆発、そして瀕死の怪我人の治療、一刻も早く地上に着陸しなければならない。434便のフライトコントロールシステムは損傷をきたし、那覇空港に進路を取ることが不可能な状態だった。していた日本人男性が息を引き取った。このままでは那覇空港からどんどん遠ざかってしまう。そしてレイエス機長は決断した。自動操縦を解除、手動に切り替える。そんな、自動操縦を解除すると現在保たれている最低限のコントロールが失われるかもしれません。この時434便は自動操縦によって保たれていた最低限のコントロールによって飛行していたのだが、自動操縦を解除するとなるとその最低限のコントロールさえも失われる可能性があった。最悪の場合機体は失速し墜落する恐れもあったのだ。このままだと那覇空港に向かうことはできない。手動に切り替えてフライトコントロールシステムが作動するかどうか試してみたい。了解しました。よし、ワン、ツー、スリー、解除。こうして自動操縦が解除された。機体のコントロールは保たれているようです。よし、最悪の事態は防げた。あとは手動で機体をコントロールすることができるかどうかだった。だがダメだ、操縦桿が動かない。操縦の手動に切り替えてコントロールケーブルに接続している操縦桿は動くことはなかった。このままでは機体の方向や高度を制御できず墜落は避けられない。一体どうすれば。まだ諦めるな。当機はただいまより那覇空港に緊急着陸します。ご心配はいりません。私は皆さんを必ず無事に地上へとお連れします。機長、では一体どうやって。これが最後の手段だ。自動スロットル解除する。レイエス機長が取った
最後の手段とは何なのか。そしてよし、補助翼や方向舵などが動かないにもかかわらず、レイエス機長はどうやって機体の方向を変えることができたのか。翼には左右2つずつ合計4つのエンジンがついています。左右のエンジンの出力を少し差をつけることによって方向を変えることができるんですけれども、左のエンジンを少し出して、右のエンジンの出力を少し下げる、ようなことによって、旋回することができます。航空機は主に左右のジェットエンジン